国際工業バス鳩ヶ谷営業所国際工業バス鳩ヶ谷営業所は埼玉県川口市赤山184番地に位置する国際工業バスの営業所である主に埼玉県川口市と蕨市埼玉市緑区の路線を中心に担当しているが一部路線は越谷市や東京と北区まで達する鳩ヶ谷営業所は開設以来3度にわたって移転しており 2014年6月14日までは、荒井宿駅の少し南に位置していた。2001年3月27日まで、鳩谷市内、当時には、鉄道駅が一つも存在せず、近隣の鉄道駅は、京浜東北線の川口駅、西川口駅、び駅であった。そのため各駅へ向かうためには、東営業所の路線を使わざるを得ず、鳩谷営業所や営業所の南にあった。 鳩ヶ谷ターミナル、裏寺デラ走車場を起点とする路線は、かなりの本数が設定され、特に、ラッシュ時には、増発便も運行されるなどしていた。同年3月28日の埼玉高速鉄道開業によって、鳩ヶ谷営業所近辺に、鳩ヶ谷駅、荒井宿駅が開設されると、鉄道と重複する路線を中心に廃止短縮。 経路変更などの大規模なダイヤ改正が実施された。しかし、埼玉高速鉄道への乗客の流れが予想を下回り、再編成を実施した多くの路線では、乗客の積み算が発生する事態に陥ったため、改正直後から高密度な臨時便の確保や、廃止、短縮路線の復活、延伸、奇襲点変更のダイヤ改正が実施され、現在では、 埼玉高速鉄道開業前の水準まで回復している。近年では、埼玉高速鉄道と経路がほぼ全線にわたって重複しているにもかかわらず、一定、またはそれ以上の乗客が利用している赤21、赤羽駅東口、鳩ヶ谷公団住宅を中心に、鳩ヶ谷中心部へ向けての深夜バスを増便させるなど、深夜時間帯の通勤客の輸送に力を注いでいる。 主力路線は、鳩ヶ谷地区周辺と京浜東北線の赤羽駅、蕨駅の各駅を結ぶ路線だが、これらを柔軟に利用できる、鳩ヶ谷フリー定期券を発行していることも、この営業所の特徴である。2008年2月28日から、ミニワと廃止、みんな、仲間バスの専用車を除く、一般車両に、パスモが導入された。道路拡幅に伴う、 幼稚年室及び施設老朽化のため、鳩ヶ谷営業所は2014年6月15日に、川口市跡座にある赤芝入口停留所付近の新営業所へ移転、開業した。また、2018年2月1日には、荒井宿駅ロータリーの移設工事により、2001年3月の埼玉高速鉄道開業と同時に開設された旧ロータリーが閉鎖されることで、 バスの折り返しに支障が生じることから、荒井宿駅発着路線の一部を、川口市立医療センター及び、桜町2丁目発着へ変更する、ダイヤ改正を実施した。この措置は、同年8月末まで続き、9月1日に、ロータリー完成によって再度ダイヤ改正が実施、医療センター及び、桜町2丁目発着路線は、運行を終えた。 鳩ヶ谷営業所は1915年に設立され、翌年には、鳩ヶ谷、岩月街道川口駅線を開業させた、鳩ヶ谷自動車を起源としている。その後、路線を岩月街道に沿って少しずつ延伸させ、1927年には、北端を、風、渡りの、現、東部の打線七里駅付近まで、南端は1928年に、 赤羽駅王子駅線を開業させたことで、王子駅まで到達させた。1929年には開業したばかりの新荒川大橋経由で、川口赤羽線を開業させたほか、この新荒川大橋を経由して、後に現在でも主力路線とされている鳩ヶ谷赤羽駅線、現赤21の運行を開始した。1932年には、従来まで、 精力的に路線を拡大させていった赤羽、川口、鳩ヶ谷方面以外に、国道463号に沿った越谷浦和線、浦和式線、現、西浦和営業所の志01のほか、それまで路線を有していなかった浦和市、現、埼玉市内においても営業が開始され、1936年の川口乗り合い自動車合併九州を経て、路線網を拡張した。 戦前のわずか10年弱もの短期間に、相次いで路線を開業させ、急速に成長を見せた、鳩ヶ谷自動車だったが、戦前から、京王電気軌道の傘下にあった会社だった。それが1944年に実施された、東京急行電鉄による京王電気軌道の合併を経て、同じ東急系列だった、東都乗り合い自動車に、中線道乗り合い自動車と共に九州合併された。 これにより、鳩ヶ谷自動車の本社は、東都乗り合い自動車の鳩ヶ谷営業所として継承され、この頃までに、バラび、鳩ヶ谷線、川口駅、前川線を有していた、旧、青木自動車も統合されている。1950年に、国際工業バスが成立するが、その時点でも、鳩ヶ谷営業所の所在地は、鳩ヶ谷町浦寺23に位置していた。その後、 1952年12月5日に、道町浦寺20へ移転、1964年3月12日に、川口市西新井宿へ移転、2014年6月15日に、現在の川口市石山の赤、芝入口バス停付近へ移転して、現在に至る。鳩ヶ谷営業所の所管路線は、前述の鳩ヶ谷赤羽駅線、鳩ヶ谷川口駅線などのように、 営業所を持つ鳩ヶ谷と京浜東北線の各駅を連絡する路線を中心に引き続き運行されてきたが、一時期は赤羽駅岩月駅線、川口駅、安行循環線のように鳩ヶ谷を縦横に貫通した運行も行われていた。1950年代に入ると、新路線として、蓮田駅台風渡りの鳩ヶ谷西新橋、千住中組線の長距離路線が運行を開始した。 結局、都心への直通バスは、道路渋滞などの問題によって実現しなかったものの、川口駅東京駅線、都営バスと共同運行などの新たな都心へのアクス路線が誕生した。一方、鳩谷周辺では相次いで、住宅、団地の建設が進められ、団地と鉄道駅を結ぶ路線が開業した。1958年には東鳩谷団地、現、 鳩ヶ谷公団住宅への入居が開始されたため、同年12月より赤羽駅、鳩ヶ谷住宅線、現赤21の運行が開始された。しかし、自動車の普及などで道路渋滞が激しくなったことから、長距離路線を中心に定時運行が困難な状態が発生していく。このため、路線の整理、短縮、縮小などが相次いで実施され、 前日の蓮田駅千受注組線は全長 30km にも及ぶ長距離路線であることから複数の系統に分断、東京側の発着点も形成関や駅へ変更されるなど大幅に再編された。道路渋滞は都心部だけでなく鳩ヶ谷地区においても発生しており、赤羽駅、鳩ヶ谷線の本数を大幅に削減し、削減した分を新設した鳩ヶ谷西川口駅線。 現、西川01へ回すなど、早急な対応が求められた。また、1973年には、西武バスとの路線調整によって、鳩ヶ谷市内の西武バス路線を譲り受けし、同年10月1日の武蔵野線開業によって、設置された東川口駅を発着する路線の再編も合わせて実施、鳩ヶ谷京成関谷線や、鳩ヶ谷浦和駅線の廃止も行われた。 従来までは都心部方面などへのアクセス路線を中心に運行していたが相次ぐ住宅、団地の建設、入居開始によって鳩ヶ谷営業所ではこれらと鉄道駅を結ぶ路線を有するように方針転換した。こうした対応が早急だったことでいち早く鳩ヶ谷市内における重要な輸送手段として運行を続けていたがその運行に打撃を与える事態が発生する。 2001年3月28日の埼玉高速鉄道線開業によって旧鳩ヶ谷市内に南鳩ヶ谷駅、鳩ヶ谷駅、川口市内でも旧鳩ヶ谷市境近隣に荒石区駅の3駅が設置された。これによって従来まで鳩ヶ谷地区の一大ターミナルとして使用してきた裏テラ奏者場、鳩ヶ谷ターミナル及び変電所発着便がすべて廃止。 既存路線の埼玉高速鉄道の各駅へ接続するように経路皿を実施したほか、本数の全体的な削減といった大規模な路線再編が行われた。戦前に開業し、この時点まで鳩ヶ谷営業所の最主力路線だった赤羽駅、鳩ヶ谷公団住宅線、赤21も埼玉高速鉄道とほぼ並行することから減便されたが、 埼玉高速鉄道への乗客の転移が予想を下回る水準に止まったことから、ラッシュ時を中心に乗客の積み残しが発生した。このため、改正直後から変電所発着便の一時的な復活、臨時便の運行や本数の増便が行われ、また、同年5月10月に再改正が実施され、現在では埼玉高速鉄道開業以前の水準にまで戻っている。 赤羽駅にの京浜東北線最終電車に接続する深夜バスで2003年11月16日に荒井宿駅行きとして新設された。その後2004年4月に上根支所経由2005年9月から稲荷消防署経由東浦和駅行きへ編された。2010年5月17日より途中停留所からの乗車は不可能となり、校舎専用扱い。 乗車は赤羽駅のみとなった。歴史は長く、期限は鳩ヶ谷自動車が最初に開通した路線にまで遡る。1916年の開業当初は川口駅鳩ヶ谷線だったが、新荒川大橋の開通を経て1929年に赤羽駅への乗り入れを開始した。戦後は川口駅非景床を経て1958年に、 鳩ヶ谷公団住宅発着便が開通し、この頃より利用者が急増。1964年には、赤羽駅密は、現、鳩ヶ谷庁舎付近を無停車とする急行が新設された。ほか、1972年に、元号新道、現、川口元号駅赤羽駅で、バス専用レーンを導入。1983年には、変電所裏寺の旧道のり線を、 通勤時間帯に限ってバス専用道路とするなど運行円滑化のため様々な対策が行われた。このように東京都内北部と旧鳩ヶ谷市内を結ぶ大動脈の路線として埼玉地区の国際工業バス路線を代表する最主力路線として利用されてきたが2001年3月28日に埼玉高速鉄道が開業すると事態は一変する。 埼玉高速鉄道開業によって本数は半減。赤二十点二例からに、初代が統合されて、荒石駅経由に変更されたほか、赤二十二赤羽駅、変電所などの廃止。さらに長年終着地として利用されてきた、鳩ヶ谷谷谷なる、裏寺蔵車場が閉鎖された。以前のような勢いは失われているものの鳩ヶ谷、営業所の最終力路線であることに変わりはなく、 日中は赤21が1時間に4本、赤20が1時間に1本の運行、朝と夕方以降は赤21のみで1時間に6本となる。さらに、埼玉高速鉄道の料金が割高な上に赤羽駅に接続していないため乗客が路線バスの利用を継続していることもあり、再び本数が増えるとともに利用者の数も安定、現在でも大量輸送手段としての大役を担っている。 赤21の深夜バスは平日の終電前、終電後ともに3便ずつ合計6便が走るほか、土曜日にも1便が設定され、乗り場も日中のターミナル外からターミナル内に移動しており、鉄道からの乗り換え客がスムーズに乗車できるように工夫されている。深夜バスの最終便は2010年5月17日より、途中停留所からの乗車が不可能となり、 校舎専用扱い、乗車は赤羽駅のみとなった。出発時刻は当初25時10分発だったが、京浜東北線のダイヤ改正により2018年3月19日夜より,より25時15分発となった。2011年10月11日に鳩ヶ谷市が川口市に編入合併されたため、鳩ヶ谷市役所停留所が鳩ヶ谷庁舎に改称。本町などの旧、 鳩ヶ谷市内の地区は、鳩ヶ谷本町などに改称された。2013年2月16日、一度廃止されていた赤20から2が同経路で平日朝に限り1便新設された。2013年11月16日より、鳩ヶ谷方面は赤羽駅東口を発車後、赤羽駅東口25時15分発、赤21深夜バス最終便。 2018年3月19日、夜出発便より5分繰り下げを除いて、赤羽東本通り城に新設された、停留所にも停車するようになった。2014年6月15日の車庫移転後も川 18, 西川01と、同じく、鳩谷公団住宅、鳩谷車庫間は営業運転が行われずに、全便が改装で出入庫している。青木、上青木、前川、 市は地区を経由して、川口駅とわらび駅を結ぶ。定時運転の確保と通し、利用者の減少により、2004年に分割系統の折り返し便に相当する川令号から2とわらび令一が新設されたため、本線の川令号は本数が減少傾向にある。2006年6月18日の川口営業所移転に伴い、鳩ヶ谷営業所の管轄路線となり、 出入庫として、わらび01-2が新設された。この路線も赤20、わらび03と同様に裏寺創車場、鳩ヶ谷ターミナルを終点していたが、埼玉高速鉄道開業と同時に裏寺創車場、鳩ヶ谷ターミナルが閉鎖されるため、川18は、鳩ヶ谷駅西口発着へ変更され、川18から2は、鳩ヶ谷駅を経由して、 鳩ヶ谷公団住宅まで乗り入れる形に改めた。その後、スキップシティの町開きによって、大半の便をスキップシティ経由に変更して、鳩ヶ駅西口に向かう川18から3と、スキップシティ鳩ヶ谷駅経由で、鳩ヶ谷公団住宅に向かう川18から4が新設された。しかし、川18と、川18から3の鳩ヶ谷駅、西口行きは、 鳩ヶ谷の島市に乗り入れない影響から2003年に廃止され、スキップシティ経由の川18から4も2008年3月30日に廃止、川18から2のみが残され、後に系統番号の整理で枝番が外れて現在に至る。鳩ヶ谷駅では川口駅行きのみが鳩ヶ谷駅西口ターミナルに乗り入れる。 鳩ヶ谷駅 JA 前停留所に関しては両方向とも停車する。2018年4月1日、総合高校停留所が川口市立高校へ名称変更された。従来は新町折り返し場、現新町東止まりだったが、埼玉高速鉄道開業によって戸塚安行駅まで延伸した。川20は中央道路経由路線では最長路線で、 当初は、グリーンセンターまでの路線、季節便だが、この停留所は、正門横に設けられ、現在のグリーンセンターは、グリーンセンター入り口を名乗っていた。この旧、川二重が一度廃止された際に、正門横の停留所も廃止され、グリーンセンター入り口が、グリーンセンターに解消。その後の左官畜託地開発によって、川口駅左官を折り返し場として、復活。 1992年6月16日に東川口駅まで延伸された。2011年6月1日の改正で23時台に深夜バスが新設された。東川霊さんは早朝に旧鳩谷車庫から上根市所を経由して東川口駅へ向かう出港系統だったため、東川口駅、鳩谷車庫の運用は長らく存在しなかったが、 2010年3月15日より、東川口駅南口始発が新設された夜間のみ。2011年6月1日の改正により、平日23時台と24時台に各1便、土曜日も23時台に1便が深夜バスとして新設された。案80は、戸塚安行駅方面への運行時間を早めるために、片方向のみ新設された。 2014年6月15日の車庫移転に伴い、東川霊山、安80ともに、旧鳩谷車庫から、新井宿駅発着に変更された。2018年4月1日、総合高校停留所が、川口市立高校へ、名称変更された。1994年5月1日の川口市立、医療センター開業によって新設された。 当初は川口営業所の担当だったが、翌年に鳩ヶ谷へ移管された。2001年3月28日の埼玉高速鉄道開通に合わせて荒井宿駅まで延伸された。2011年6月1日の改正で医療センターを経由しない深夜バスが廃止された。2018年2月1日に荒井宿駅ロータリーの移設による閉鎖のため、 医療センターで折り返す川23から2が新設され、同年8月31日まで運行された。2018年4月1日、総合高校停留所が川口市立高校へ名称変更された。赤21の弟的路線で西川口駅と鳩谷公団住宅を結ぶ。埼玉高速鉄道開業前は鳩谷市、当時や川口市北部周辺に 鉄道駅が全く存在せず、最寄り駅の JR 西川口駅へ行くには、完全に路線バスを利用ていたため、この路線も、鳩ヶ谷赤羽駅線と同様に、国際工業屈指の最主力路線だった。特に平日の朝の時間帯は、上記の西川01や、本町1丁目から、同じ路線を走行する、西川4.04から2だけでは供給がありず。 西川2.03を運行して補充していた。2001年3月28日の埼玉高速鉄道開業によって西川01は市役所経由から鳩ヶ谷駅経由に経路を変更。従来の市役所経由は西川01の2へ系統を変更し、開業まで運行していた西川02から4.04から2は全廃止された。西川01の2は 当初ラッシュ時のみ運行になり、本数も大幅に減らされたが、予想していた地下鉄への利用転移は大きく下回り、想定外の積み残しが発生。急遽、臨時便の運行や廃止した西川零三の復活、臨時便が運行されている期間のみがなされた。その後は、西川零一が本数を大幅に減らして、西川一の二が増発されていき、 改正1ヶ月半後で西川零一は廃止された。そのため最終的に埼玉高速鉄道開業による改編は立ち消えとなり、西川零一のにも2008年3月30日の改正で枝番が消滅、系統番号も運行経路も完全に埼玉高速鉄道開業前に戻ったこととなる。西川からに本町丁目から、 同じ路線を走行するも一時は廃止されたが、当初は鳩ヶ谷駅経由で路線復活し、後に鳩ヶ谷市役所経由へ変更、従来の埼玉高速鉄道を開業前に戻った。現在もこの路線は、西川1.0404から2が、西川口駅本町を一丁目間で並走しているが、主体となっているのは西川01で、近年では赤21と同様に運転回数が、 増加傾向にあり、今も、なお、当営業所の感染系統として、役目を担っている。2011年10月11日に、鳩ヶ谷市が川口市に編入合併されたため、鳩ヶ谷市役所停留所が、鳩ヶ谷庁舎に解消された。西川口駅と安行地区を結ぶ目的で新設されたが、1986年12月10日のダイヤ改正で、 西川04と西川04の2に分割1991年1月20日のダイヤ改正で東川口駅南口ロータリーが開業したことで西川04の東川口駅側を経路変更して東川口駅発着に変更した1998年4月には川口東高校周辺の交通アクセス改善として 川口東高校経由に変更された。旧派と令和は1986年12月改正で一度廃止されるものの、東川口駅、南口ロータリー開設時に復活、1日3往復し、2001年3月28日の埼玉高速鉄道開通に合わせて、西川零四の廃止代替として、短縮経路として、鳩ヶ谷駅東川口駅線が新設され、 はと05は、現行経路となった。現在では、はと05を、早朝の東川口駅方向便のみ残して、西川04を完全に復活させた。2001年3月28日の、埼玉高速鉄道開業によって、西川04が廃止され、前日のはと05に短縮した。この時、西川04のにもはと05から2に短縮されたが、5月の改正で、 西川4.04から2ともに、鳩ヶ谷駅経由で再開した。鳩05は廃止されずに残ったが、鳩05から2は廃止された。2004年7月の改正で、西川04のみ、埼玉高速鉄道開業前の経路である、変電所、鳩ヶ谷市役所経由に変更した。また、2008年3月30日の改正で、西川04のにも変電所、 鳩ヶ谷市役所経由に変更され、この系統も、前述の西川玲一と同様に完全に、埼玉高速鉄道開業前の運行経路に戻された。その他、2007年11月21日の改正では、欅通りが開通したことにより突火、中学校入り口長蔵1丁目を長倉2丁目経由に変更した。2011年10月11日に、 鳩ヶ谷市が川口市に編入合併されたため、鳩ヶ谷市役所停留所が鳩ヶ谷庁舎に改称された。2014年6月15日の鳩ヶ谷車庫移転に伴い、西川04-2の赤芝入り口から旧鳩ヶ谷車庫間が短縮され、新車庫発着となった。もともとは医療センター経由で東川口駅へと向かう路線であったが、現在は、 新井宿駅発着となる。現在のように六円橋経由となったのは、1975年頃に地蔵橋を通る道路が整備されたためで、それまでは上、青木交番を経由していた。当初から本数が少なく、現在は、新井宿駅西川口駅方向で平日朝に5便、土曜朝に1便が運行、日祝日運休され、西川口駅、新井宿駅方向は、 平日朝に3本ものみ運行されている土日宿運休。川23と同様に2001年3月28日の埼玉高速鉄道開業によって荒宿駅まで延伸された。2018年2月1日に荒宿駅ロータリーの移設による閉鎖のため医療センターで折り返す西川06-2が新設され、同年8月31日まで運行された。 元々は、柳崎県営住宅までの運行で、福島橋まで行かず手前の柳崎県営住宅で折り返していたが、川17、わらび礼にと合わせるように、福島橋まで延伸。その後1986年に、東浦和駅発着へ変更となった。西川07のには、車庫移転に伴い、猪狩消防署、旧鳩ヶ谷車庫間が短縮され、 伊狩り消防署泊まりの片道運行に変更された。川口市場青木にあるスキップシティへ向かう路線で2003年のスキップシティ町開きの際に新設された川26、川口駅東口、スキップシティ西川口駅東口が期限だが2004年7月20日にスキップシティへのアクセスを西川口に集約することで川26が廃止代替として 川18から2.18から4が増開、新たに開通したのが西川0級である。しかし、朝夕のみ運行、その他は川口営業所が運行している西川0八が補っていたが、2018年9月1日に循環を解消し、鳩ヶ谷駅発着へ変更された。西川口駅から網代橋、前川住宅を循環運行して戻る路線で、 平日日中と土曜、被災日は運行しない完全な通勤路線である。わらび02が東浦和駅を終点とするようになったのは1986年からで、それまでは市金の福島橋が終点だった。わらび駅から鳩ヶ谷市内を抜けて荒石宿駅へ向かう。この路線も赤20、川18と同じく2001年3月28日に、 埼玉高速鉄道が開業するまでは、鳩ヶ谷ターミナルを終点としていたが、開業後は、ターミナルの廃止によって、鳩ヶ谷駅西口に変更された。しかし、鳩ヶ谷駅から、先の市街地への足が途絶えたことで、利用客が一気に減少し、鳩ヶ谷営業所では、同年5月16日に、急遽、わらびゼロ三の二初代、わらび駅から上、青木交番、鳩ヶ谷駅、 鳩ヶ谷車庫を新設した。埼玉高速鉄道開業前まで運行していた、び駅、鳩ヶ谷市内の連絡路線が復活したこととなるが、この蕨03のにも、経路の関係から桜町2丁目に停車しないことが、災いし、同年10月9日に、再度のダイヤ改正を行う事態となった。この改正で、親路線で、鳩ヶ谷駅止まりだった蕨03を廃止し、 わらび03の2を、鳩ヶ谷車庫発着から、桜ヶ丘経由、荒宿駅発着へ変更したことで、桜町2丁目にも停車するようになり、ようやく利用客の要望に応えた形となった。2008年3月30日のダイヤ改正で、枝番が外れ、新、わらび03として、わらび駅、鳩ヶ谷地区、荒宿駅線の主要格となったが、これによって、 埼玉高速鉄道の開業による、鳩ヶ谷地区路線の整理は終結となった。開業から実に7年にも及ぶ、長期間の再編だった。2014年6月15日の鳩ヶ谷営業所移転によるダイヤ改正で、平日早朝の1往復のみ、わらび03-2が新設された。この路線は、埼玉高速鉄道開業時に、わらび零三として、 再設定されたものと同じわらび駅、鳩ヶ谷駅線で、かつてとは、系統番号と運行区間が逆転する現象が起きた。運行回数は平日早朝の一往復に抑えられている。2018年2月1日に、荒井宿駅ロータリーの移設による閉鎖のため、桜町2丁目で折り返す蕨霊山から3が、同年8月31日まで運行された。 桜町2丁目到着後は改装で、鳩ヶ谷公団住宅まで行き、総車場で折り返していた。鳩ヶ谷駅西口には、わらび03-2を除き、わらび駅方向のみ停車する。川5.08が統合されて、稲荷消防署経由に変更されたため、経由しなくなる、わらび駅東口網路橋の区間を保管する形で、登場した。1998年の再編で、 わり後が、再び、前川経由となったため、入れ替わりで、稲り消防署経由に変更。2001年3月28日の、埼玉高速鉄道開通時に、荒井宿駅まで延伸され現在に至る。2018年2月1日に、荒井宿駅ロータリーの移設による、閉鎖のため、医療センターで折り返すわらレイロックから2が新設され、 同年8月31日まで運行された。ダイヤモンド式キャラ、その後、イオンモール、川口キャラとなり、現在は、4モール、川口、前川へ変更の開業によって2001年1月1日に新設された。当初から、蕨ら駅西口発着だったが、2004年7月20日に、枝番が新設された。蕨駅東口からは、駅北側の立橋を越えて、 わらび駅西口まで足を伸ばす。イオンモールでは、校内より発車し、続いて、県道上の停留所に停車してから、わらび駅へ向かう。深夜バスは、毎日同時刻で片道のみ運行される。東川口駅から戸塚あずま地区を抜け、草加市との境に近い川口環境センターに至る、短距離路線。1981年4月1日に、 戸塚地区の住居増加に伴って、浦0一を環境センターまで延長する形で開通したものでや。しかし、1985年10月1日の最強線開業に伴う再編で、最強線とは無関係ながら再編対象路線となり、1986年12月10日に東川口駅で分割された。その際に鳩ヶ谷と浦和の共感で、 運行開始され、南口ロータリー完成に伴い南口発着に変更された際に、鳩ヶ谷単独での運行になった。2011年6月1日の改正で、平日のみ運行していた深夜バスが廃止された。2001年3月28日の埼玉高速鉄道開業時に、川口市北部の北原街、左官地区の住宅開発の急増に合わせて新設された。 左官地区において、境愛区間を通るため、中型車限定での運用になる。東川0 5の2は、早朝時間帯のみ運行される、鳩ヶ谷車庫左官3丁目は改装。東川1.05の出入小便で、2007年11月21日のダイヤ改正で新設された。2014年の車庫移転に伴い、赤芝入り口、荒井宿駅、 旧鳩ヶ谷車庫間が短縮された。平日のみ運行されるが、平日でも休行日ダイヤを適用している期間は、運休となる。当初は、腰11、ヶ谷市役所つ上浦和駅、浦和担当だったが、1970年代後半に、ヶ谷駅、現、ヶ谷駅東口に短縮され、だんだんと、定時運行に難が出始めたため、1994年4月1日に、 東川口駅まで短縮される。その後、東武伊勢崎線の高架復副線化に伴う、越谷駅西口の開発事業が完成したために、東口発着から西口発着へ変更され、2006年4月21日に、イオン、浦和美園ショッピングセンター、現、イオンモール、浦和美園の開業によって、古紙12、新古紙12が開通した。 2008年3月30日の改正で南方へ路線を延伸し、新越谷駅西口起点とした上で埼玉東営業所から移管した。新越谷駅西口からは朝日自動車の路線が越谷ファミリータウンを経由しているが、国際工業の路線はそれより南側の7左町に丁目地区を経由する。2013年2月16日、新越12が廃止された。 出入庫は、鳩ヶ谷車庫、石山から新越谷駅間を改装している。東浦11和川17、川口駅から上、青木交番、上根京川口北スポーツセンター東浦和駅が、期限で2001年3月28日の埼玉高速鉄道開業による再編で、鳩ヶ谷駅発着に変更、系統番号も鳩11に変更されたが、 利用客の低迷で路線をさらに短縮し、現在の東浦11に至る。東浦82は東浦和駅発着系統の出入庫便であるが、2014年6月15日の車庫移転に伴い、荒井宿駅発着に変され、同時に入庫便で途中止まりの東浦8二の2が新設された。2014年6月15日の鳩ヶ谷車庫移転に、 伴い新設された、出入小便。2003年11月17日に新設された。当初は埼玉東営業所が運行していたが、鳩ヶ谷移遺憾した。一時期は2便運行されていたが、2008年に、武蔵野線のダイヤ改正で終電が繰り下げられると、2009年4月1日の改正で、片道1便に減便した上で、 京浜東北線の終電と接続できる時間に出発時間を繰り下げた。通称ミッドナイトアロー南浦は東浦和で赤羽駅から先の各駅は全て東口に停車する。浦和レッズの主催試合に運行を対営業所同様大半がイスズ自動車製のエルガやエルガミオだが川口市コミュニティバス用に日野自動車製のポンチョイーも存在する。 労働組合所有の国際工業バス標準塗装のジャーニー J と購入時の塗装のままであろうジャーニー J 自家用ナンバーが存在する。以前は反応営業所を除いた他の営業所に比べて定年式の車両が多かったが、排ガス規制強化後は他の営業所同様に定年式車を他社に早期に譲渡したり、規制対象外地域の反応へ転属させたため格差はなくなった。 ノンステップバスも存在し、主に川口市立医療センターを発着路線に充当している。2002年9月15日、エノデンバスが所有していた2000年式の KCLV380 リットル回、エノデンバス車番914が配置され、国際工業では9501が与えられた。この車両は諸事情で、エノデンバスが手放し、 メーカーの伊スズ自動車が保管していたものを再整備の上で国際工業に提供したものである。後に池袋営業所へ用途外専用車両として転属し、さらに反応営業所へ転属2018年3月まで一般路線で運行された。2014年度中から川口ナンバー、ご当地ナンバーの導入に伴い、 新社と他地域ナンバーエリアの営業所からの転入者は、川口ナンバーで登録される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。